町がねぷたに染まりました。香川県琴平町で四国こんぴらねぷた祭りが開かれ、大勢の観光客が町を練り歩く勇壮なねぷたを楽しみました。暗闇に浮かび上がる巨大な扇ねぷたです。香川県琴平町で初めて開かれた四国こんぴらねぷた祭りです。本場弘前から運び込まれたねぷたが門前町を練り歩きます。大迫力でしたねすごいいいものが見れました。本当に大きいし、なんかもうあの迫力の絵すごく綺麗でした。すいません、今から運行準備しますので他のコースの方に移動、すいませんけれどもお願いします。ねぷたの運行が始まる1時間前、琴平町の谷口新平副町長は準備に追われていました。弘前市出身で総務省から派遣された琴平でこのイベントを一から企画しました。いやすごいです。琴平の人からもひょっとしたら過去一番多いかもと、正月より多いというふうに伺ってたので、ちょっと盛り上げていきたいなと思います。会場にはこれまで見たことがないほどの大勢の観光客が集まりました。訪れた人を釘付けにするねぷた絵は中止となった2020年のこんぴら歌舞伎の演目、吉方最後。幻の公演がねぷたで再現されました。さらに電線や信号機にぶつからないように、絵の折りたたみや回転など、ダイナミックな動きにも拍手が送られます。コロナ禍で歌舞伎が中止され、にぎわいが消えた街が、ねぷたで活気を取り戻しました。企画した谷口副町長は特別な気持ちでこの日を迎えました。もうあっという間に終わりましたね。私自身任期がもう来月末で、もう集大成といえるようなねぷただしさ、もう琴平いろいろな、こと体験させてもらって、まあ、最後ねぷたで締めることができて本当に感慨深いなと思います。多くの人が訪れ活気にあふれた琴平、新型コロナで苦しむ観光の街を照らした再起の明かりです。